こんにちは、おかみです。今日は柿とレンコンの白和えを作ります。まずは材料からです。木綿豆腐、柿とレンコンにご覧の調味料を用意します。大きめのお鍋にお湯を沸かし、このように木綿豆腐を手でちぎって入れます。熱いから気をつけてね。そして再び沸騰してきたらすぐに火を止め、ざるにあげます。本当にさっとでいいんですよ。揚げた豆腐はそのまま放置、湯気を飛ばし粗熱を取ります。その間に混ぜ合わせる材料の準備。レンコンは皮を剥き、縦半分に切った後、薄い半月切りにします。できた。沸いたお湯にお酢をちょこ。お酢を入れると黒ずまず、アクが抜けるんです。3分ほど煮てから粗熱を取ります。今度は柿です。柿はこのようにまずヘタの部分を取り、皮を剥きます。さあ、うまく一本剥きできるかな。おお、うまくいった。できました。そしてこれを食べやすい大きさに切っていきます。これくらいかな。口に入れた時のレンコンのシャキシャキ感と柿の香りと甘みのハーモニーを想像して切りましょう。そしてここからはちょっと力仕事。すり鉢にまず先ほどの豆腐を入れ、ある程度潰しておきます。さあ、味付けです。まず、あれ、なんだかどうにも計量スプーンで片手が塞がってて、さてこれにきび砂糖と塩、それに醤油を加え、よく混ぜ合わせます。お好みで微調整、味を整えたら、先ほど用意した柿とレンコンを加えます。そしてさっくりと混ぜ合わせましょう。で、ちょっと量が、あれ、まあまあこういうこともあります。最後にごまを振り、もうひと混ぜすれば完成です。今日はタツの隣のみんなで食べるため、これで8人前ほど。皆さんは人数に合わせて作ってくださいね。柿とレンコンの白和え、体に優しく、おつまみにもぴったりの一品です。いかがですか？皆さんもぜひ作ってみてください。